どうした、各地を回って疲れたか。え、そりゃいけねえ。疲れたんならちゃんと休んだ方がいいぜ。そこまで長くはかからないはずだから、食事は一緒にできると思うぜ。精のつくものを用意しておいてやるよ。何が？どうして？それはそうだろうね。君の世界の人間とはだいぶ違う。別におかしいことじゃない。私？私はもともとこういう顔色だ。悪かったな。大丈夫じゃないかもしれない。
ギャーブはないだろう。ギャーブはキャーとか可愛らしい言い方に変えてくれ。私は病弱な女なんだ。いいだろう、個性的で。病人に優しくない女だな、君は。体が弱いんだ。いちいち強調しないでくれないか。単にいつも具合が悪くてたまに吐血するだけだ。大したことじゃない。そんなものは履かない。逆だろ。この場においてムマほど確かなものはない。私の存在は夢の中でこそ意味を持つ。私にしてみれば夢の外、君にとっての現実こそおぼろげで曖昧なものさ。君の存在の方がよほど不確かで、目覚めてすぐに消えてしまう幻と言える。だから病弱なだけだよ。幻のように消えたりはしないさ。君が夢を見る限りね。
やあお嬢さん、浮かない顔をしてどうした？元の世界では忙しく過ごしていたのか？客らしく優雅にお茶でも飲んで過ごせばいいじゃないか。君からすればここは異世界、珍しいものも多いだろう。もっと楽しめ。面倒な性分だな。客なら客らしくもてなされていればいいものを。働きたいのか？考えておいてやろう。退屈は確かに拷問だ。何か仕事を見つけておいてやるよ。差し当たって今の時間の潰し方だが、私の部屋にでも来るか？まだ部屋に招待したことはなかったな。たくさんあるよ。ここが私の部屋だ。
いいな。そんなに本が好きとは知らなかったよ。君みたいなお嬢さんが？どうして？食うに困るような家庭環境ではないんだろう。いろいろね。本ならいつでも貸してやるよ。いつでも借りに来なさい。おや、一人で買い物に出ていたのか。使用人たちも人使いが荒い。何も問題はなかったか。そうか、君は思った以上にたくましいね、お嬢さん。だが言っておくが、うちは客に仕事をさせるほど困っているわけではないからな。
そっちの仕事も多いだろう。忘れてしまったのか？ここはマフィアの本拠だぞ。屋敷の形をとってはいるが、構成員の詰め所でもある。嫌になったらすぐにやめていいんだからな。さてね。